しかし、まあ忘れたところで、いつもの嫌な予感は当たるのだが。この男の名はラカン。軍師をやっている。どうやら突っかかってくる理由は。そういえば、六将官に昔馴染みがいましてね。どんな義女ですか？ふん。つい聞いてしまった。後では負けてばかりだった。面白い女にはもう会えないだろうと身受けも考えましたが、金持ちが二人競い合うように根を吊り上げていった。それはそれは変わり者の義女でしてね。しかしそんな話をして、茶を継ぐ時も下船の民に施しを与えるような尊大な目で見ておりました。背筋にゾクゾクっとくる感覚がたまらないものでして。結局その技術を諦めきれず、つくなれば問題ないわけでして、希少価値を下げたんですよ。まあその前にちょっと頼みたいことがあるんですが、なかなか面白いようで、妙に謎解きが得意なようですな。頭の回るそちらの下女が調べてくれやしないものかと。よく降るな。